アニさん、はい、アニさん前回エメラルドス買ったじゃないですか。そう、これこれリール買ったじゃないですか、うん、俺も買ったんすその箱が気になっていたよもう持ってるしね、もう持ってるし、手だよね、完全にその手みたいな、ね、そう、俺もね、買ったんですよ、これ、こちらリリン BBX デスピナー C3000D タイプ G タイプ Z タイプ G、 まあこれちょっと後で説明しますね。はい、アイさんにせっかくなんで上げていただきましょう。シマノですね。シマノさんです。あ、いいですね。シマノさんでございます。はい、うわ、なにこれかっこいい、なにこれ、シマノさんでございます。ゴールド、ゴールド、そう、開けますね。うわ、なにこれ、もうね、もうあのラインとかも巻いてあるんですけど、うわー、なんだこれ、なんだ、なんだ、なんだこれ、これね、ずっと なんだこれ、え怖い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 、ちょっと変なものが、変なものがここについてますね。ついてる、怖い怖い怖い、なんかこれ、謎のこれね、なんだこれ、これなんすかってね、なんか、うん、弾でも発射しそうだよねずっとなんだこれ、これレバーブレーキっていうリールなんですね、うん、で主に使われるのがだいたい深瀬、うん、メインでは深瀬とか、うん、あとは鈴木、シーバスだね。そう、シーバスの時に使われることが多いみたいなんだけど、あと石台とかね、ちっちゃな、そういうなんか磯場でやる時のやり取りにすごい適してるリールなんですよ。で何が適してるかっていうと、うん、このレバーブレーキなんですよね。そう、ここなんですよ。角みたいな、鹿の角みたいな、トリガーみたいなやつなんですけど、あ、アニさんちょっとエメラルダスのあれ借りていいっすか。エメラルダスのこれっす。今アニさんが糸持ってくれてるんですけど、はい、普通ほらこれを巻くと、はいはい、まあもうアニさんの左手行きます。これ魚だとすると行きますね、はいはい、でこれ磯場だと逃げようとしますよね、うん、でそうするとちょっと逃げてみてください。でそうするとこっちか、はい、ドラグ緩めない限り、はい、こうやって糸がほら出てかないっすよね、はいはい、こうね、こうなりますよね、うん、でこれでもこれだと魚に負荷をかけるわけですよ、うん、要はで竿にも負荷をかけるわけですよ、うん、その時にうわっていうことです。おー、あら、一瞬でフリーになるの？そう、一瞬でフリーになるんだけど、このレバーをギュッて握ることによって、あ、調整できる。そう、調整できるんです。あ、ここって、だからなぜ磯場に適してるかっていうと、こういうほら、あのこういうところのほら、あの椅子のところあるじゃないですか。そういうところに根ずれしても、こうレバーブレーキがあると逃げてくれるんですよ。ああ、そういうことか。そうそうそう、だからそういうやり取り、細かいやり取りが、そうそう、よりこいつが可能にしてるわけですね。そう、こいつがより可能にしてくれるっていう形なんですよね。へー、そう、で今までずっとあのアリビオっていうね、くっそ安いね、うん、あの2000円ぐらいで買える、はい、リール使ってたんですよ。グレ釣った時とか、うん、あれのやつとかもね、全部ねアリビオっていうの使ってて、そう、それでね賄ってきたんですけど、ついにこのデスピナ、ヘンチクリン、そう、ヘンチクリンレバー、レバーがついている最新版ですね。そう、最新版をね買わせていただいたんですよ。すごいな。でこれの何がいいって、タイプ G って謎じゃないですか。あ、うん、こうやって、これね、普通にねタイプ G じゃないやつ持ってるんです。デスピナの、そう、あの C3000D、 SH だっけな、忘れたけど、そんな名前のやつも売ってるんですけど、そう、その中のラインナップの中でもこのタイプ G っていうのやつなんですよ。へー、タイプ G だけもこれついてるじゃない。あ、でもない、全部ついてるんだけど、ちょっと特徴が違うんだよね。で何が違うかっていうと、他の C3000D とか C2500D とか 2500D とかっていうのは、うん、ハイギアなんですよ。あ、ハイギアね、うん、ハイギアで、まあ、巻き取り量がでかいって、うん、でかい、いっぱい巻ける、なんだけども、そう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 、いっぱい巻けるんだけども、うん、その代わり、なんていうのかな、やり取りが難しいわけじゃないと思うんだけど、巻き取り量も多いから、うん、そう、なかなか大変だっていうらしいんだけど、うん、これは巻き取り量が少ないの、はいはいはい、で
例えば大物がかかったりするわけですよ、たまに磯釣りなんで、はい、それこそでかい、でかい、赤旗とかね、東京らへんにもいるけど、はい、畑とか、ね、結構がっつり力があるようなヒラメとかパワータイプのエイとかがかかったとしても、うん、こいつ普通 の、 その C3000D の他のタイプとかっていうのは、うん、なんか切られる可能性が高いらしいんだけど、うん、これはやり取りできるんです。あでタイプ G のこのタイプ G ってあるじゃん、タイプ G の G、うん、これはゴリ巻きって意味です。ゴリ巻きタイプゴリ巻きタイプゴリ巻きタイプゴリ巻きなのこれすごいねタイプゴリ巻きタイプゴリ巻きってやつすげえ。そうだからやばい場面になってもグイグイこっちにちうそう上げられる。だから例えばほらグレメインで行きましたっつった時に、うん、まあ大きいサイズのグレでもやっぱり抵抗は少ない、まあ、もちろん大きいけどそれ以上の魚が食った、それこそじゃあ大型のエイが食っちゃった、まあ、あんまりないと思うけど磯場では、うん、だそういう、まあ、もしかしたらのパターンで大物がかかったとしてもあのゴリゴリ引いてこれる、へー、うん、っていうのがそうやり取りができるらしいんだよね。まだ、うん、今までやっぱりね、アリビを使ってるとね、うん、もうおもちゃ感がバなかったの、カチャ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 みたいな感じで、そうカリカリカリっていう感じもあったから、そうだよね、そう、それもあったからやっぱり最近、全然違うよねこれだよ、これいいっしょ、なんかほらこれだけで嬉しいもんね、カチやってる感ね。あ、大物来たかな、ちょっとレバーブレーキ使っちゃおうかなみたいなそう、そう、そういうのにもね、向いてますわね。すごい、うん、そう、だからこれを買わせていただきました。そう、早く使ってみたいですね、これね。そうだね、なんかどういう風に使えるのか。そう、で、今ね、巻いてるね、ラインがね、1.75 1.75 今まではあのアリビオのその3号をつけてたんだけど、うん、やっぱりね3号ぐらいになってパン負けすんのよ。だってあのぐちっちゃいさ、どれぐらい30センチいかないあの堤防で釣ってたグレでも結構あのガンガンやられてたから、うん、カリカリカリって。だからこれだと多分だいぶ変わってくるのかなっていう気がするんで、リールのパワーはやっぱ全然ね、そう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 、いいものが違いますからね、うん、もうあるし、このラインマン細いんだけど強くって、うん、俺な平和拓也さんっていう人がいるんだけどね、ピースって言われてたけど通称、その人の動画とかもよく見るんですけど、で同じの使ってるんですよ。へえ、確かタイプ G ではなかったかもしれないけど、でその人の意図なんですよね。そうで、ナイロン製で細いんだけどクソ強いっていう話なんで、そのセットにしてみたと。そうそう、そのセットにしてみたよっていう。あ、さすがです。これも使える日が今選んだ脱水ついてるからおかしい感じだったけど、あー、そうか、ね、いいね、この黒にゴールドってかっこいい、かっこいいね、すごいかっこいい。まあそんな感じで私もリール変えましたよっていうご報告でした。はい、じゃあ皆さん、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。手好きなゴリ巻きでーす。ゴリ巻きでございます。アニとね、アンディちゃんとスーの、フェイスブック、ツイッター、そんなもろもろあります、はい、それでもチェックください、概要欄にお願いします。というわけでこれからも頑張っていろいろ続けていきましょう。はい、はい、というわけで皆さんバイビー、バイバーイ。